はい、皆さん毎度毎度。はい、ちょっとね、何ミリに切れるかちょっとやってみましょう。これ髪の毛だからね、紙だから、ペーパーだからね、ここにこうやって切るってなかなか難しいんだよね。ここに入れちゃうとね、ちょっとこういう風にして、まあ、両方側から押さえてね、で切る場所もちょっと安定しないのでこっちで切ってみましょう。根元側で切るとね、根元側でまあこういうふうに切るよね。ちょっとこれが何ミリ残ってるかね。とめんどくさい。6ミリだね。約6ミリ残ってるね。約6ミリね。なんとなくこうじゃな、やだ。ちょっと右腕が折れてるのが見にくいんだよね。まあこんなもんでしょ。約6ミリ。で、コームの厚さは4ミリね。コームの厚さは約4ミリね。で、こっちの残りが今、根元側で切ると6ミリだね。あ、切れるね、まだね。で、先っちょで切るとね、まだ切れるんで、1ミリぐらいね。根元と先っちょ、ちょっと違うんで、切れる量がね。ちょっと見にくいね。まあ、ちょっと折って。この方が分かりやすい？すると、約5ミリ。1ミリ先っちょの方が短くなるけどね。1ミリ先っちょの方が短くなるね。まあ、根元で切るのと刃先で切るのは1ミリね、違うと、もちろん刃の厚さが違うんだからね。で、YS コームっつうの？これで切った場合ね、これが、2ミリの厚さしかないんだよね。だ当然ね、2ミリプラスハサミの厚さになるよね。すると、ね、ハサミの根元側で切ると、まあ、大体4ミリぐらいで、刃先で切ると3ミリぐらい、まあ、この違いだよね。4ミリと3ミリの違いね。だから何と言われたらね、いや別に根元と刃先当然薄い方が短くなるんだからね。これね、やっぱり手でやってっからね、やるたんびにね、長さが違うんだよ。正確に測れば測るほど、まあおよそね、刃先より根元の方が当然1ミリ長くなると。だ全部刃先で切ってりゃ同じ長さになると。ただ人間の頭ってのは丸いからね、まあ、コームと平行に髪の毛の長さを切って残そうと思ったら、やっぱ刃先をブレないように安定させなきゃダメだよね。直バサミみたいにね、そうしなかったら必ず刃先の方が短くなるよね。何回も開閉してるうちに。まあ床屋さんのね、先生方ね、刈り上げがうまい先生方はそんなの織り込んでね、まあカットしてんだよね、感覚でね。はい、朝からね、わけわかんない動画ね。はい、お疲れ様でした。